日本代表の韋駄天フォワード前田大然、セルティックに所属する彼は 50m5 秒8の快速と無尽蔵のスタミナを誇り、カタールワールドカップに挑む日本代表のワントップの最有力と目されています。そんな前田大然は高校卒業後、松本山雅でプロデビュー。その後 J2 クラブやポルトガルのクラブを渡り歩き、横浜 F マリノスでブレイク。24歳で J1 の得点王に輝きます。その実績を引っ提げてセルティックに移籍すると、サポーターの心をつかみます。日本代表でも徐々に出番を増やし、2022年9月のアメリカ戦でハイパフォーマンスを見せて、一気にセンターフォワードの有力候補に躍り出て、カタールワールドカップに挑む日本代表に選出されました。彼のここまでの歩みは決して順調ではなく、高校時代にはボールを蹴れない時期もありました。今回は前田大然がこれまでどのようなキャリアを歩んできたのか、どのようにしてワールドカップにまでたどり着いたか振り返りながらご紹介していきたいと思います。この動画ではワールドカップでの活躍が期待される弾丸フォワードのことを深く知ることができるので、最後までご覧になってください。1997年10月20日、前田大然は大阪府南河内郡大志町で5人兄弟の2番目で長男として生まれます。大然という名前は雄大な自然のようにおおらかに育ってほしいという願いを込めて付けられました。その名の通り、彼は幼少期友達と焚き火をしたり、木の枝や葉を集めて秘密基地を作ったりして遊び、自然の中で育ちます。獣医の父と動物病院を経営する母は、子供のやりたいことを自由にやらせる両親で、サッカーを始める前はオリンピックを見て憧れた体操をやっていました。野山を走り回りながら育った前田は、保育園の時から足の速さはずば抜けており、小学4年生から地元のクラブでサッカーを始めます。ただ24時間365日サッカー漬けだったわけではなく、テレビではサッカーを見ずに野球を見ていました。後のインタビューで前田はその理由について、休みの日にサッカーのことを考えたくないからと明かしています。そして前田は中学に進学すると、大阪府河内長野市にある強豪クラブ川上 FC に入団し、県大会などに出場しました。中学を卒業すると前田は親元を離れて山梨学院高校に進学します。山梨学院は前田が小学6年の時、全国高校サッカー選手権で初出場初優勝を果たし、前田にとって憧れの高校でした。高校入学後、前田は持ち前のスピードを生かし、1年次から主力に食い込みます。しかし寮生活を送っている中で、同級生の間でいじられが次第にエスカレート。当時の吉永監督はチームの規律を乱す行動をしたとして、その中心人物だった前田と部員仲間一人にサッカー部からの除籍処分を言い渡します。この時点で前田には3つの選択肢がありました。サッカーも学校も辞める、サッカーを辞めて学校に残る、サッカーを続けるために他校に転校する。前田は学校に残ることを即決しました。この決断について前田は、せっかく親元から離れたのに1年で帰るみたいになるのが嫌だったんですかねと振り返っています。サッカー部を除籍され、寮からも追い出された前田は、学校近くに小さなワンルームアパートを借りて、授業にはそれまで通りに出席します。サッカー部を除籍され、失意に沈んでいた前田でしたが、じっとしていられずに、その後も毎朝朝練が始まる時間には一人で走り込みを始め、他の生徒が登校する前には校内を掃除するなど、心を入れ替えて学校生活を送るようになります。前田の真摯に取り組む様子もあり、除籍から半年経った高2の秋頃から、吉永監督が救いの手を差し伸べ、社会人チームで週2回ほどプレーできるようになりました。またこの頃から地元のパン屋でアルバイトをするようになり、前田は朝早く起きてフライヤーでカレーパンを揚げていました。そんな姿を見た吉永監督は、除籍から約1年後、他の部員の賛同も得てサッカー部への復帰が許されます。最初は一緒に除籍されていた同級生と2人でいろんなメニューをこなしていましたが、徐々に全体練習に合流します。サッカー部復帰後、前田は人として成長しただけでなく、プレイヤーとしても成長しました。除籍前の前田は守備意識も低く、自らのゴールだけを目指しているようなエゴイスティックな選手でした。しかし除籍されたこの1年間を経て、自分が一番ではなく周りの人のためにとの意識が身につき、仲間のために走る献身性を学びます。前田はあの1年、自分一人では何もできず、たくさんの支えの中でプレーできること、チームのために走ることの大切さを学ばせてもらいました。それが必然的に今のプレースタイルにつながったという感じですかねと振り返っています。くしくもサッカーをやめざるを得なかったかもしれない危機が、自慢の走力を生かし攻守にハードワークする現在の前田のプレースタイルにつながったのでした。サッカー部復帰後、前田はチームのエースストライカーとなり、3年時はプリンスリーグ関東で12ゴールを決め得点王に輝きます。
守備では相手選手に気づかれないような絶妙なステップで相手との間合いを詰める鋭いプレッシングを見せます。その様子から静かな走りで知られるプリウスというあだ名をつけられました。そんな前田は大学進学も視野に入れていた2016年、松本山雅 FC に入団。2月28日の J2 開幕戦ロアッソ熊本戦で途中出場しプロデビューを果たします。天皇杯1回戦の徳山大学戦でプロ初ゴールを決めます。プロ2年目の2017年、前田は J2 の水戸ホーリーホックにレンタル移籍。ここで前田は J2 最強とも称された加速力が生かされ、シーズン2桁得点を決めます。この活躍が評価され、シーズン終了とともに松本山雅 FC に復帰します。さらに2018年に入ると、東京オリンピックを目指すアンダー世代の日本代表に選出され、パラグアイ遠征のベネズエラ戦で代表初出場。この試合で前田は2ゴールを挙げるなど、幸先のいい代表デビューを果たしました。クラブではこのシーズン負傷離脱があったものの、 J2 で29試合7ゴールを記録。松本山雅 FC の J1 昇格に貢献します。またこの年前田は結婚をし、翌年には長女が誕生しました。プライベートでは大きな変化があった前田は2019年夏、初めての海外移籍をします。移籍先はポルトガル。クリスティアーノ・ロナウドの故郷として知られるマデイラ諸島に本拠地を置くクルブスポルト・マリティモ。2019-20シーズンの1年間のレンタル移籍でした。マリティモでは開幕戦のスポルティング戦で途中出場からデビューを果たしたものの、シーズンを通してヨーロッパの壁に苦しみ、リーグ戦23試合出場で3ゴールにとどまりました。シーズンが終了すると前田は日本に戻り、今度は J1 横浜 F マリノスにレンタル移籍。この時前田は22歳でしたが、彼の貫禄ある雰囲気にチームメイトは信じられなかったようで、年齢を明かされた時、チアゴ・マルティンスは嘘をつくな、エリキはブラジル人を騙すなと総ツッコミされます。そんな前田でしたが、ここで恩師との出会いを果たします。その男の名はアンジェ・ポステコグルー。マリノスに加入したシーズン、ポステコグルーは前田をこれまで経験のない左サイドで起用。慣れないポジションに前田は苦戦しますが、ポステコグルーは絶対にできるからと信用して前田を起用し続けます。ポステコグルーの我慢強い起用は、松本山雅 FC から完全移籍を果たした翌2021年シーズンに開花します。2021年3月7日の J1 第2節サンフレッチェ広島戦で2ゴールを決めると、その後第5節徳島ボルティス戦まで4試合連続ゴールをマーク。4月24日の第11節横浜 FC 戦ではゴール後アンパンマンのゴールパフォーマンスを披露。これは娘との約束でしたが、いかつい見た目とのギャップで笑いを集め、その後もゴール後はアンパンマンの登場キャラクターにちなんだパフォーマンスを継続しました。ゴールを量産する一方で、前線からのプレスは変わらず続け、前田の年齢詐称を疑ったチアゴ・マルティンスは、大前はすごくプレッシャーをかけてくれて、ハードワークをしてくれてすごく助かると絶賛。リーグ戦の活躍が評価された前田は、2021年夏、東京オリンピック本大会に挑むU24日本代表に選ばれます。オリンピックではグループリーグ第3戦のフランス戦で途中出場からゴールを決めますが、スタメンをつかむことができず、チームも4位とメダルを逃すことになりました。しかしマリノスでの前田の勢いはとどまらず、8月15日の大分トリニータ戦でプロ初のハットトリックを記録し、9月25日の横浜 FC 戦でついに得点ランキング首位に立ちます。その後も川崎フロンターレのレアンドロ・ダミアンと熾烈な得点王争いを繰り広げ、シーズン最終節の直接対決、お互い1ゴールずつ決めて、前田は23ゴールで彼と得点王を分け合いました。24歳での J1 得点王は史上2番目の若さでの達成でした。また前田の活躍もあり、マリノスは J1 過去最高のシーズン82ゴールを記録。リーグ戦2位となり、翌シーズンの ACL 出場権を獲得しました。シーズン終了後、前田は2度目の欧州挑戦を決断します。移籍先はスコットランド、プレミアリーグのセルティック。かつて日本代表の10番を背負った中村俊輔がマンチェスターユナイテッドからフリーキックで2ゴールを決めるなど、数々の伝説を残したクラブでした。前田をセルティックに呼んだのは彼の恩師で、2021年6月からセルティックの監督を務めていたポステコグルー。彼は前田に直接ズームで連絡し、本当に来てほしいと熱意を伝え、これが移籍の決定だとなりました。2021年12月31日に前田はレンタル移籍でセルティックに加入すると、1月9日のハイバーニアン戦で先発デビュー。開始4分にいきなり初ゴールをマークし、勝利に貢献。試合後、前田はセルティックをリードする選手になりたいです、チャンピオンになりたければいいチームにならないといけないですし、誰がプレーしようとも得点を取り続ける必要がありますと今後の活躍を誓いました。ゴールだけでなく、前線からプレスをかけ続ける姿はサポーターの心をつかみ、ドラゴンボールのキャラクターにちなんで足の速いクリリンというあだ名が付けられます。シーズン途中の加入にもかかわらず、前田はチームにフィットし、リーグ戦16試合で6ゴールを決め、シーズン終了後セルティックへの完全移籍を勝ち取りました。
セルティックでの活躍は A 代表監督森保はじめにも評価されるようになり、 A 代表デビューとなった2019年のコパアメリカ以来、出場機会がなかった代表戦にも出場するようになります。6月の親善試合4連戦ではブラジル戦で自慢の高速プレッシングで相手守護神アリソンを慌てさせるプレーを見せ、ガーナ戦では代表初得点を記録するなど印象的なプレーを見せます。そして9月23日の親善試合アメリカ戦で彼はレギュラー候補に名乗りを上げます。日本代表はワールドカップ予選途中から4-3-3を軸に戦っていましたが、森保監督はこの試合 4-2-3-1 を採用。ワントップに前田、トップ下に鎌田大地を起用し、ハイプレスからのショートカウンターを軸とした戦術を選択しました。この戦い方は前田のプレースタイルにがっちりはまり、前田は攻撃から守備への切り替えの局面で猛スプリントを仕掛け、相手センターバックにプレッシャーをかけて日本は試合を支配。前田自身はゴールこそなかったものの、日本代表のハイプレス戦術に彼が欠かせないことを証明してみせました。この試合左サイドで先発した久保建英は、僕としては彼にすごく助けられた部分もあって、彼が追ってくれることで僕はセンターバックに行ってパスコースを限定してカットということもできましたし、彼がいるかいないかでだいぶ違うかなと今日はやってみて思いましたねと前田のプレッシングを絶賛。森保監督も彼はいいスイッチ役となって、他の選手が連携連動しやすくなる、ボールを奪えたことも多かったのかなと思いますと前田のチームへの貢献を称えました。この試合でのハイパフォーマンスが決め手となり、前田は11月1日に発表されたカタールワールドカップ本大会のメンバーに選出。メンバー発表の記者会見はスコットランド時間の朝5時だったこともあり、前田は睡眠を大事にして記者会見を見ずに寝て、8時に起床した時に妻が笑顔で飛びついたことで自分のメンバー入りを知ったと語っています。前田はワールドカップに向けて、フォワードなのでゴールを取りたいが、それだけじゃなくてチームのために走りたいと抱負を述べます。カタールのピッチでドイツやスペイン相手に走り回る前田の活躍に期待しましょう。ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。大阪で自然に囲まれて生まれ育った前田大然は、中学卒業後山梨学院高校に進学。高校時代1年間の除籍を経て、人間的にもプレイヤーとしても大きく成長し、高校卒業後松本山雅でプロデビューを果たします。その後国内外のクラブをレンタル移籍で転々としますが、ポステコグルーとの出会いもあり横浜 F マリノスでブレイク。2021年 J1 得点王に輝き、2022年からセルティックでプレーしています。代表でも2022年夏から台頭し、9月のアメリカ戦でセンターフォワードのレギュラー候補にまで上り詰め、カタールワールドカップ本大会のメンバーに選ばれました。今大会ドイツやスペインと強豪国が集う組み合わせになり、守備の時間が長くなることが予想されます。スピードとプレッシングを得意とする前田の活躍は日本代表の躍進に欠かせないでしょう。ドイツやスペインの百戦錬磨のセンターバック陣に前田が鋭いプレッシャーをかけてミスを誘発すれば、日本の勝機も見えてきます。日本代表のキーマンの一人、前田大然のプレーに注目していきましょう。ここまでご視聴していただきありがとうございます。今後もこのような動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。